17.5センチメートル。踊り子の祖造地図モエンジョダーロは、インダス文明最大級の都市一石。モヘンジョダロ、モエンジョダロ、モエン,ンジョダロ、モヘンジョダロ、モヘンジョダロなどの表記がある。紀元前2500年から、紀元前1800年にかけ繁栄し、最大で4万人近くが居住していたと推測され、その後は短期間で衰退した。 原因として様々な説が挙げられたが、近年の研究では大規模な洪水で衰退したと考えられている。モヘンジョダーロは、現地の言葉で、死の丘を意味し、歴史学者が足を踏み入れるまでは、非常に古い時代の死者が眠る紛糾として、地元民は、恐れて近寄らない、近畿の領域であった。この都市の本来の呼び名、すなわち、王子の名称については、 インダス文字が解読されていないため、ヒントすら得られていない。遺跡は、東西2つの、い、丘からなる。東方に、市街地が、西方に城塞が広がっている。規模としては、ほぼ 1.6km 四方と推定されるが、今後の調査によってさらに大きなものに訂正される、可能性がある。遺跡は、整然とした都市計画を示し、道路は直角に交差し、 5番の目のように細分されていた。水道、汚水の排水システム、個人用の浴室、公衆浴場などがすでに存在しており、水量の季節的変動を考慮して貯水池を十分に整備するまでに、水利工学は大きく進歩していた。また、建築には一定のサイズのレンガが使用されていた。以上のことは、この地に、確固たる社会構造。 強力な階級制度と中央集権制度が存在していたことを意味する。市街地は東西二本、南北3本の幅10メートルの王子によって12区間に分かたれていたらしい。一つ一つの区間は大通りに通ずる1.5から3メートルほどの工事でさらに分けられていた。市街地全体を囲むような神壁があったかどうかは不明である。ここでは 一般の家屋から、大正宿と言われる建物、労働者用の粗末な小屋など、様々な建物が見つかっている。家屋は、大小様々だが、中庭を中心にし、それを囲んでいくつかの部屋を、持つように作られ、出入り口を大路側には置かず、工事に面して、土口を開くスタイルが、一般的だった。カッは、下水道を備え、汚水は、工事の排水口へ通じ、 さらに王子の排水口へ集められる仕組みになっていた。モエンジョダーロの城塞は、ハラッパーの場合と同様、堅固な城壁を巡らし、その内側にレンガを10メートルほど積み上げた基段を設け、東急を見下ろすように人工的に一段高く作られている。基壇の上には、門学所と呼ばれる建物や、会議場あるいは列中広間と呼ばれる三十メートル四方の、 建物など、おそらくは姿勢をつかさどったであろう、公共的な建造物が立ち並んでいる。ほぼ中央には、長辺12メートル、短辺7メートル、深さ2.4メートルの内面を歴史で耐水加工した、小西レンガ造りの大浴場が存在し、これに接するように、長辺45メートル、短辺27.5メートルの範囲内に27、 ほどの穀物層の木段群が存在する。当初は、この構造は、レンガ作りの気団の上に、木造の建物が乗っていたと推測された。しかし穀物層と呼ばれる建物は、湿気のある大浴場に近く、木製の建物の痕跡もなく、穀物を運び入れるスペースがなく、穀物の形跡も発見されていないため、現在では他の用途に使われたと考えられている。 大浴場はある、種の祭儀の場であろう、と考えられていたが、近年ではさらに、この大浴場と穀物層との位置関係が、改めて注目されている。この二つが結びつくことで、再生、増殖の象徴として機能していたのではないか、という指摘がなされている。城西は、政治センターとしての役割ばかりではなく、宗教センターの役割も果たしていたようである。 このインダス下流域の都市社会では農業が重要な役割を果たしていた。人々は小麦を栽培しや畜牛を飼育して生計を立てていた。広い道路や傾斜路が整備されていたので収穫物を乗せた荷車が容易に往来できた。輸送手段とともに食物の保存技術も発達した。文明遺跡としての発見は1922年。 インド高校調査局員であった歴史学者 RD ・ボンド・パッダーへの発掘調査によってなされた。1980年、パキスタンの申請で英語名、アルケオロジカル・ルインズワット・モヘンジョダロの名でユネスコ世界遺産の文化遺産に登録された。遺跡が属する地域一帯では地下水位の上昇による塩害が進行し続けているが、モヘンジョダロはこれを覆い隠してきた。 堆積物が大規模に取り払われた1965年以降、遺構の構成物であるレンガが塩分を吸い上げて、風化してゆく、塩分再生現象が止まらない。そうして、土に帰ってしまった遺構も少なくはなく、保存の問題が何十年も叫ばれ続けている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。本文の出典。 主な執筆者の性の正順。客中にないもの。出版都市順。ありがとうございます。